朝起きましたら、まず体重を測るところから一日が始まります。測った体重をビエルジェンドのアプリに記入し、毎日記録していってます。非常に便利なんで、ぜひダウンロードしてみてください。こちら、朝食作りですね。オートミール 60g に卵2個を入れて、で、まあ、その後に松茸のお吸い物を入れる。本当にね、作りやすい、簡単なね、手抜き料理ですけども、まあ、PFC のバランスも非常に優秀で、味もね、美味しいので飽きずに食べ続けることができてます。こうやってね、しっかり卵を混ぜて、で、お湯でね、オートミールちょっと軽くふやかしてから、電子レンジにかけていきます。まあ、大体ね、2分ぐらいですかね。まあその辺、調整はね、全然するんですけど、まあ大体僕は2分ぐらいで食べます。まあ、朝から本当に簡単にできるんで、非常に重宝しています。今日は、三重県の健康堂さんの方に、YouTube のね、動画を撮影に行きたいと思います。まあ、動画はね、後日 YouTube の方でアップされると思いますんで、楽しみにしてください。普通に到着しました。11時から、撮影があるっていうことで、まあ、そこからね、多分ちょっと4時ぐらいまで撮り続ける形になると思うんで、ちょっと早いんですけど、早めの昼食っていう形で、まあ、減量のね、昼食撮りたいと思います。で、これあれですね、間食用ですね。今日さつまいも 200g とプロテイン 30g を、これ間食用で持ってきてる感じです。これは撮影終わった後とかに食べようと思って持ってきてます。で、これですね、これが減量食ですね。まあ、今カロリー2600キロカロリーでやってるんで、まあ、それを大体ね、割って、お昼米 300g と、これあれですね、鶏胸が大体多分300から400ぐらい入ってるのかなと、まあ、白ネギとしめじですね。まあ、いつものパターンなんですよね、要は。だいたいね、トータルカロリー1日今2600キロカロリーで計算して、で、体重ね、3月の初めから、まあ、81.5 でスタートして、で、今日でだいたい10日とかぐらいなんですかね。で、まあ、今日でね、80ちょうど80キロだったんで、まあ、だいたい 1.5 キロ体重がね、痩せましたっていうような感じですね。まあ、ちょっとペース早いのかなと思ってるんですけど、まあ、2600キロカロリーで、別にね、お腹が空いたっていう感じもなく、この食事を続けてるだけで、まあ、今 1.5 キロ落ちてるんで、まあ、大会がね、7月の18って考えたら、まあ、まだまだあと4ヶ月以上あるんですけど、かなり順調な感じで進んでるかと思います。このね、食事続けてたら多分あるところでね、停滞すると思うんで、まあ、そこまではね、この食事を続けて行きたいかなっていうふうに思ってます。で、まあ、これ0キロカロリーのドリンクも今ちょっとここで買いました。で、ちょっとあれですね、これご飯飽きたらね、ゆかりですね。これカロリーほんと低いんですよね。 1g2 キロカロリーとかね、本当にカロリー低いんで、まあ、味が飽きた時にこういうので味変とかもやってるような感じです。まあ、ちょっと早いんですけど、早速食べていきたいと思います。さあ、やってまいりました。タイヤがでかいですね。これを多分持ち上げてトレーニングするんですね。ジムのね、中はこんな感じですね。パワーラックであったり、スミスマシーン、まあ、フリーウェイトもね、非常に豊富にあったり、本当プレートローディングのマシーンとかもね、本当に豊富にありました。なかなかね、こうレアなね、古いマシンなんかもあったり、まあ、最新式のね、マシンがあったり、本当にね、いいジムだなと思いました。審査員の先生がこう優先する要素としては、脂肪と筋肉量とどちらがこう優先順位高くなってくるんでしょうか。まあ、それよく聞かれるんですけど、はい、ただまあ、その2タイプの選手だけを比べるんで、こうなるとね、外部借金見なかったりするので、しっかり腹筋のラインが見えるところに置くように、パンツラインが一番上ぐらいですね、もうちょっと上かな、それぐらいがいいと思います。
IFBB ね、国際審査員のね、資格を持つ宮島先生にね、ポージング教えてもらいました。これからね、フィジーク大会出る方とか非常に参考になる内容になってるんで、またビーレジェンドチャンネルでアップされますんで、よかったらご覧ください。で、丸めた状態のままゆっくりと後ろに一気に上げます、はい、で、ゆっくりゆっくりそうです、ネガティブ重心、はい、1、2、3、もっとゆっくり3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、1、2、3、はいはい、もっといく、8、2、3、あと2回、9、2、3、はい、ラスト、ゆっくりゆっくり、10、2、3、はい、OK、 うわぁ、これマジきつい。これは重たいですよ。いけるかな、これ、ほんまにこんなん。片方入れて、左の椅子を入れて。そう、で、半身で押す。重っ。はい、じゃあ、じゃあ、すげえ。すげえ。あ、いけるっすね。なんか余裕じゃないですか。三重県津市の健康堂さんで撮影から帰ってきて、地元のジムで背中のトレーニング行いました。まあ、早速ねちょっと帰ってご飯食べていきたいと思います。よし、はい、早急にレンジでチンして温めましたんで、ちょっと晩ご飯食べていきたいと思います。ちょっとお米ね温めすぎてなんかぺっちゃんこになっちゃいましたけども、まあ、これでお米多分250ぐらいと、まあ、鶏がね、これで多分、300ぐらいかな。まあ、これでトータル1日、あれですかね、2600キロカロリーぐらいで計算して食べてます。まあ、今日も1日クタクタなんで、早速これ食べていきたいと思います。まあ、キムチは気分で食べます。カロリーに入れてません。翌日はね、休日ということもあり、まあ、胸のトレーニングをね、しっかり行いました。まあ、胸トレはね、僕が一番大好きなトレーニングの日です。がっちりやりました。はい、次の日の朝ですね。しっかり体重測定をして、ビーレジェンドアプリに記録する。これは毎日変わりません。減量中の朝食は毎朝これです。飽きず、手間をかけず、続けられることが大切だと僕は考えてます。この日はね、トレーニングオフってこともあり、まあ、有酸素運動も兼ねて、自然をね、浴びに奈良県にある月ヶ瀬に行ってきました。はい。まずね、ちょっと竜王の滝、ここにね、立ち寄りました。まあ、自分はね、こう自然に触れることで、減量中もね、救われることがたくさんあります。川のせせらぎでね、心が癒されますね。マイナスイオン、たくさん出てるんじゃないでしょうか。まあ、ちょっと映像ではね、伝わりにくいかもしれないですけど、本当にね、非常に綺麗で、いいところでした。まあ、月ヶ瀬っていうところはね、梅であったり、お茶がね、本当に有名な山里になっておりまして、本当にいいところでしたね。まあこの日暖かかったんですけどね、いろりなんかもいい感じでしたね。香り高いね、月ヶ瀬のお茶っていうのはね、本当にね、有名でして、まあ、月ヶ瀬茶としてね、親しまれてます。謎の着物。でもうね、そこまで春がやってきて、春の代名詞である桜がね、控えてるんですけど、3月のこの時期に綺麗なのがね、梅だったりするんですね。梅。で、これがね、いつも通りのお昼ご飯、減量食です。外で食べる減量食は本当に美味しかったです。綺麗ですね。で、ちょっとね、ぶらっと散策をね、しました。なんかお店とかもいっぱいあってね、本当にいいところでしたね。もう草餅食べたかったんですけど、減量中なんで我慢。で、まあ、近くにあってお寺に立ち寄りました。本当にね、境内にある梅とかもね、本当に綺麗でね、本当に心身ともに癒されまして、まあ、この後ね、コーヒーショップに寄ってね、ブラックコーヒー飲んで、夕ご飯はね、いつも通り、
こういう毎日がね、減量期は続くっていう感じですね。